どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはちっちゃいこのウクレレでどんな方もあっという間に音楽楽しくモリモリできますよということで、日々簡単レッスン動画公開していきます。皆さんも音楽始めましょう。今日もレッスン始めていきます。今日は G ラボのガズモデルと、初めてウクレレ使ってレッスンしていきますよ。この初めてウクレレ Amazon で大好評、ただいま、取り扱い中、ぜひチェックしてみてください。さあ、本日のレッスン曲の課題曲、今日発表します。はい、こちらです。ドーン、ひとりごつちいかわ。この独特の世界観、ゆるいですよ。これをですね、この曲、ウクレレにめちゃぴったり合います。で、なんとなくね、イメージとしては簡単そうに思うかもしれないんですけど、これはですね、かなりですね、結構ハイレベルだと思います。コードも多いですし、今回もね、いつものように2バージョンやりますけど、最初は初心者の方でもなるべく簡単にできる簡単バージョン。後半はかっこいいバージョンなんですけど、これ簡単版もね、コード多いんですけど、もうかっこいいバージョンコード、おしゃれコードがすごい出てくるし、歌のメロディーラインとかもすごいことになってますからね。これはなかなかね、深いですよ。じっくり取り組んでいきましょう。キッズからもう大先輩まで取り組める曲だと思います。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やりたいなと思ったけど、私不器用でダメなんですとか、音楽楽器チャレンジしたけど挫折しましたみたいな方、本当にあっという間にびっくりするぐらいにどんどんウクレレで弾き語りができますよというプログラムがあります。やってみたいなと思った方、概要欄にガズレレで始めるウクレレのプログラム貼っておきますので、そこからどんどん楽しくレッスンしていってください。もうね、ガズレレ YouTube 動画はですね、2000曲以上の多分も数えたことない、レッスン動画の課題曲も上がってるんですよ。でね、いろんな曲で、どうせやるんだったらね、皆さん好きな曲で練習した方がいいと思いますので、こんなのがいいと思います。皆さんが大好きな曲、スペースガズレレというように YouTube で検索していただくと出てくるし、ホームページに行くといろいろジャンル分けのね、設定とかもあるんでね、ぜひチェックしていろんな曲でやってみてください。さあ、それでは本日のレッスン入っていきましょう。ちいかわのひとりごつ、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、簡単アレンジにしてますからね、ゆっくりとやってみる。ワン、ツー、スリー。なんだもう朝方、ひとりごつ、焼けたパンにバター、ぬりぬりやんだ雨はなんか湿って、生乾き、変な足跡だと思ったら、昨日晩につけた足の。ひとりごつガズレレレシンプル簡単バージョンやってみます。この曲の持つこの歌詞の世界観とか、このゆるさというか、そしてこのなんか切ないメロディー、なかなかすごい世界観だと思います。
取り組んでやって、これ一応フルコーラスですからね、短い曲ですけど、はい。ガズレレの、ね、今のシンプル簡単バージョンはかなり簡単版のアレンジなんですけど、後半のかっこいいバージョンはね、もっとさらにね、やっぱりね、響きのいいコード登場します。ちょっと押さえるの難しいけど、ね、まずはでも今のシンプル簡単版で練習スタートしてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながら一緒に演奏をやってもらって、1個目のゴール設定としては、ガズさんの簡単バージョンと一緒に演奏できるようになったらもう素晴らしいと思います。一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップ一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌を歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのは大変ですから、やっぱり最初は楽譜を見ながら何回も何回も練習します。それでいずれ覚えちゃって、大空に向かってこの湿った感じ、今冬だからね、ちょっと湿った感じもないですけど、そのムードで歌ってみるのはいいと思うんですけどね。はい。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はガズさんのノート、はい。とうとう35冊目に突入しました。これに書いたノートをですね、見ながら今演奏したんですけど、こんな風に書いてあって、この後皆さんにもね、こんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うね、こんな風に大きくして。なんですけど、今めちゃくちゃ、その前に紹介したいのが、これめちゃくちゃ紹介して、ガズクラブというサービスをやっております。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた一人ごつを含むガズが今まで手書きで書きまくってきたものすごい膨大な数のノート楽譜のストックがあります。その中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲憧れだったみたいな歌詞をお選びいただいて、すぐさまお手元にデジタルデータとしてその楽譜がダウンロードできますよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がってます。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開しているということで、毎朝7時半から365日とってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。一人ごつ、ちいかわの曲です。はい。これものなんか独特の世界が、これは伸ばすって書いてある、こういうのをちょっと参考にしてみてください。これでもですね、この言葉のタイミングなかなかなもんなんですよね。こんな風に大きく映しておきますので、一時停止してちょっと皆さん書き出していただきたいです。で、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズのノートをデータでダウンロードしてもらうのも今日もすごく有効だと思います。ガズのノートの特徴は、この言葉の歌詞のところに上にあるこの点とかね、この V のこの休符、これなんですよ。これちょっとやってみると、 1,2,3 なんだ、だの上に点があるでしょ。だ、も、お、朝かと、はい、ここで点がありますね。なんだ、もう、お、朝かと、一人ごつ、うん、みたいな感じでリズムが分かるようになってます。あとは、このタイミングに対するこの歌詞の書いてある位置とかですね、伸ばすところ、このね、伸ばすっていうのは歌詞カードには出てない、歌詞コードにね、歌詞の表には載ってない伸ばすはね、こういうのが有効に活用できると思いますので、ぜひご活用ください。ガズクラブでゲットするのもおすすめです。お時間ある方はこんな感じで写しておくので、書いていってください。ここもね、見て、タタタタとか書いてあるじゃないですか。これかっこいいバージョンで、こういうのをやります。あ、あと言い忘れてました。ここ、下にこういうふうにコードが変わってるやつはかっこいいバージョンで、このコードを使います。響きが良くなりますからね。そんなことを、最初にお伝えしておきましょう。はい。そして次のところ。ここコードがね、ここの行がね、めっちゃ難しいコードがいっぱい出てくる。かっこいいバージョンではね、簡単バージョンではかなりの簡単アレンジしてますからね、ここは。はい。ここはちょっと後で確認してください。かっこいいバージョンでぜひ挑戦してみてくださいね。で、ここ最後の、バースなんですけど、こういう感じですね。で、ここも最後伸ばすところ、ここもそうなんですけど、伸ばすところはちょっとこういう風に書いてみまして、ここ伸ばすよーと感じ、ここもね。で、ここは、
簡単版は D マイナーで F C、かっこいいバージョンは A シャープ F C、こうコード変わってますということになっております。出てくるコード見てください。今日結構多いんですよね。赤く囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョン。今やって簡単バージョンでも8個です。簡単そうな曲なんですけど、コードの響きはいっぱい出てくる。言っていきます。C A マイナー F D マイナー D 7 G 7 E 7 E マイナー7の8個あるんですけど、これね8個もあるかと思うかもしれないですけど、これはね安心のガズレレではもう超安心の入門コードのグループ、はい、こちらになります。ガズレレ必須コードになります。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいグレード音楽始めたい人に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらどれも簡単入門コードですから。でも10個いっぺんに覚えようと思って頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っておくんで、ぜひ楽しくコードを覚えていきましょう。今日はそのうちの8個出てきますから、覚えるいいきっかけになると思います。ぜひやってみてください。この曲多分ね、キッズもやりたいっていう子多いと思うんで、まずはこのね、初心者さん向け、10個の入門コード、必須コードはね、いい機会、覚えるのいい機会だと思うんで、取り組んでみてください。ということですね。で、まあこの曲はメロディーがね、結構言葉のタイミングとメロディーはね、一筋縄ではいきませんよ。これよく聞き込んでね、楽しく演奏していきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはコードがね、あと3つ追加。これがね、かっこいいコードいっぱい出てくるんですよ。はい、まず F メジャー7。大文字の M はメジャーということにしてます。押さえる場所。こことここです。すごいとこでしょう。3弦の4フレットと5フレット。こういう風に押さえるの。3弦と4弦の5フレット。はい。これをおすすめしてます。これ上げとくのがよくって、例えばこの曲で言うと次 G7 なんですけど、ここって結構距離があるんでね、パッと映れるように、はい。ここで押さえてもいいんですけど、ちょっとすごくね、余計距離を感じるんで、こうね、これが先行している分 G7 戻りやすいと思うので、はい。F メジャー7使っていきましょう。はい、次 A シャープ。これがまた皆さんを悩ませる、ウクレレでは難しいコードなんですけど、一応解説しておきますと、これとこれと、これとこれですね。こう、こう、こう、こうですね。はい。こんな風に押さえたり、あるいは1フレット全部押さえてちょいちょいと押さえたり、こんな風に押さえたり。これね、これはちょっと押さえづらいコードで初心者さんが突っかかるんで、A シャープだけをめちゃくちゃ濃厚に解説してる、すごいいい動画を撮ってます。概要欄に A シャープの押さえ方完全ガイドみたいな感じで、紹介してますので、ぜひ見てみてください。そしてあと今日注目のコードがこの G シャープ星でございます。G シャープ星っていうのはですね、押さえる場所決めます。ここと、ここと、ここです。これね、人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が2弦って感じ。こんな形をガズを押さえてるんですけど、もちろんこれでもいいですよ。はい。これちょっと押さえづらいコードで、ぜひ皆さんこれね、この響きすごくいいですよ。4弦は開放弦を弾くんですよね。はい。押さえづらいんですけど、ちょっとトライしてみてください。そういうコードを使いまして、今日かっこいいバージョンやっていきます。今日は、で、あと、リズムですね。今日出てくるリズムはこちらです。ドン。ダウンピッキングプラス疾走ビート。まあ、疾走ビートですね。疾走ビートと8ビート。あと一瞬アルペジオみたいな感じでいこうと思います。この疾走ビート、8ビート、アルペジオ、この弾き方、これガズレレではよく出てくるね、リズムなんですけど、概要欄に、ウクレレでできるリズムのいろいろという URL を貼っておきます。そこのリンク先行くとですね、それぞれの弾き方の濃厚解説レッスン動画がアップされてますんで、ぜひ動画でですね、ゆっくり、確認しながら見ておいてください。一応今日メインはですね、結構伸ばしたりするところも多いんですけど、ですね、この疾走ビートっていうのが結構、キーポイントかなと思いますね。疾走ビートっていうのは、じゃあ C でこう弾いてみますと、こんな感じなんです。はい。今、ダウンピッキングだけでやってるんですけど、アップとダウン繰り返してもいいんですよ。アクセントが、アクセントわかる?トートータトートータトート、この、これがね、結構大事。で、まあ、この曲はダウンピッキングの方がいいと思いますね。リズムが入った、やんだ雨は、からやってみると、やんだ雨は、なんか湿って山が湧きトトタトトトタとこのアクセントで、その次変な足跡だと思ったらのところは8ビートでいきます。変な足跡だと思ったら、ここはね8ビート。これ8ビートっていうのはね、急にグルーブを増すんでかっこいいんですけど、あえてですね、この曲ってこの、今の変な足跡だと思ったら、昨日版につけた足跡のこの1行だけ、1行、まあ、このノートでいうところの、この、このノートでいうところの、この行だけ8ビートをちょっとね、用いているんですよ。あとは、
疾走ビートでいけるかなという感じですね。その疾走ビートのゆったりした感じがすごく合うのかなというふうに思いました。で、最後のアルペジオがどこで出てくるかというと、最後のあの繰り返しのバースのところの一番最後のところなんですよね。一番最後の靴を濡らしているのところ行きましょう。せーの。靴を濡らしている、ここ。湿ってる、ここで。これが渋いんですよ。ちょっとだけアルペジオっていうか、つまみ、ただこう、ちょっとこう、つまびくのをちょっと入れるって感じ。だから、正確なアルペジオっていう感じではないです。ここはちょっとね、演奏動画、デモ演奏で確認してください。ちょっとこう、単音のこのアルペジオっぽい響きが入って、最後、生乾きという、まあ、こんなエンディングに入っていく。これがちょっとこうリズムがこんな感じなんですけど、でもこの曲はリズムっていうよりはですね、まあ曲の歌の雰囲気とかそのコードを伸ばすこのゆるい感じとか、なんかほんと独特ですよね。これはね、なかなかあの表現力をつけるにはね、もうすごいいい題材の曲だと思いますね。あのガズさんの演奏をちょっとご参考にしていただいて、それぞれのタイミングっていうのがありますからね。それもすごくいい。伸ばすところとかね。あとやっぱね、今日難しいのはね、あのコードがA シャープのコードが出てくる。ああ、キンと冷えてるカンカンが、ここのところがすごい難しいです。ちょっと今そこをゆっくりやってみますね。キンと冷えてる。ここかっこいい。カンカンが、はい。これ A シャープと D、G シャープを押して、このね、行ったり来たり。これはちょっと慣れが必要。練習しないとちょっとこれは難しいかもしれない。これは初心者の人、ここで間違いなくここで突っかかりますんで。まあまあ、A シャープがね、これがまたあのさっきね、ご紹介した概要欄に貼っていく説明、A シャープの説明動画でぜひね、じっくりマスターしていってください。あとはあの、ちいかわの世界観はたまに描きながら、ゆるく可愛く、ゆったりと。から出ていきましょう。じゃあ行きます。一人ごつガズレレレかっこいい場所やってみる。 1,2,3 なんだもう朝かと一人ごつ焼けたパンにバターぬりぬりやんだ雨はなんか湿ってガズレレレかっこいいバージョンやってました。やっぱりこっちの弾き方の方がこう、なんていうのかな、いろんなこう抑揚とかノリとかリズムとかも加わって伸ばしたり溜めたりして、なんかいろんな要素が盛りだくさんでね、やっぱり豊かな感じがしますね。はい。これはね、だから本当自分のタイミングっていうのをすごく表現できるんで、伸ばすところとかね、そういうところもね、意識して。楽しく練習していきましょう。さあ皆さんご案内です。この本の予約が今始まってます。子供と歌を送れるソングブック。はい。2月15日に発売なんですけど、ただいま、もういろんなところで予約受付です。Amazon とかネット書店をはじめ、本屋さん、楽器店さんなどで大好評予約受付中。この出版を記念しまして、渋谷のタワーレコードで、渋谷のタワーレコですよ。インストアライブイベント無料開催あります。どなたでも参加できるんですけど、渋谷のタワーレコードで予約してくださった方、すごくいいことばっかりなんで、ぜひ渋谷のタワーレコード
ことに予約していただきたいなというふうに思うんですけど、あの遠方の方も電話予約ができるんでですね、ぜひあのこれあのぜひ予約していただいて、ガズイベント会いましょう、みんなでワイワイやりましょう、これは楽しくなること間違いない。3月中に渋谷で会いましょう。そしてガズレレですけど、この2023年は生誕10周年ということです。皆さんのおかげで10年もガズレレ楽しくみんなにあのワイワイやってますけれどもですね、それを記念しまして、10周年を記念しまして、東京名古屋大阪でイベント開催、なんですけど、東京大阪すでにソールドアウトです。名古屋まだチケット残ってますので、ぜひ皆さん名古屋来てください。そして名古屋の昼間の時間帯はですね、無料で参加できるね、いろいろ面白いコンテンツ、うちのハニーさんのトークショーだとか、いろいろハニーの手作りグッズのね、あの展示会とか、Gラボウクレの思想会とか無料で参加できるので、名古屋もなかなか面白い一日になりそうです。よろしくお願いします。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね、 YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器屋さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、あのガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかあのタブレット皆さん入れておいてください。入って そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひあのアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもで、ね、ガズが使ってるGラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますんでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。